はい、こんにちは。まやチャンネルまやはらです。はい、今日はですね、デュエルマスターズの対戦動画をやっていきたいなと思います。うん。エイシン君の方はいつものジョーカーズデッキ。はい。私の方は、ジョーカーズのスリーブをつけた謎デッキです。じゃんけんからいきます。最初はグッ、じゃんけんぽい。おぉ、デュエルマスタート。さあ、マナチャージでターンエンド。ターンエンドは、ドロー。1マナ使って、怪獣ホタテを召喚。ホタテ。ターンエンド。はい。ドロー。ということで、私の謎デッキムートピアでした。はい。かねてからね、うん、あの他のデッキ組んでくださいっていうふうに言われてたんですけど、はい、ようやくできました。日本で組んできた。うん、マナチャージ。2マナ。やったれマン。やったれ。ターンエンド。はい、アンタップ。あ、ホタテってブロッカーなんだ。そうだよ、ブロッカーだよ。じゃ。1マナ使って怪獣ホタテを召喚。ホタテ2枚目、はい、こっちブロッカー増やしていってんだ。ターンエンドです。はい、アンタップ、ドロー。マナチャージ召喚できないから。召喚できないの。やったらまでアタックする時になし。マジかよ、マジかよ。これどうせクワトロブレイクだから。1、2、3と、はい、クアトロブレイク。この4枚ね。ボーン。はい、シールドトリガーありました。おっと、フーマ、グレモリ。グレモリ、ね、あ、ブロッカーだね。じゃあ、じゃあ全部一番下に置きます。ターンエンドです。エンド、アンタップでドロー。おー、ようやく来た。マナチャージで2マナ使って一番対ザエスだね。はあ、はい、いやー、じゃあ1マナ使って、うん、怪獣アンモ、うん、でこのクリーチャーがバトルゾーンで出た時、自分の山札の上から1枚目を表向きにしてもよい。それがムートピアなら自分の手札に加えます。これ確実だ。はい、加えました。ホタテ、ターンエンドです。はい、アンタップ、ドロー。マナチャージ召喚できないからやったらマンでアタック。あ、シールドブレイク。はい、シールドトリガー、蓄積された魔力出た。カード1枚引き、その後自分の墓地にある蓄積された魔力1枚につきカード1枚引く。だからこれはないので墓地へ行きます。はい、ターンエンド。はい、アンタップです。やばいぞ、ドロ。やばいやばい。マナチャージ、うーん、1マナ使って、怪獣アンモを怪獣ホタテにネオ進化。あー、ネオ進化で言うだった。はい、ホタテって。そしてまた1マナ使って、あれ、フーマ、グレモリ、うん、この子を怪獣茶番らにネオ進化。茶番ら、うん、コストが少なくなった。そうだね。もう1枚いっとくね。うん、怪獣アンモをもう1枚出します。で、これ1枚開いてムートピアなら手札に加えます。で、もう1枚いくよ、うん、もう1枚使って怪獣ホタテを怪獣茶番乱にネオ進化。わ、結構来るな。はい、そしてムートピアが5体以上ありますので、あ、アイアムを怪獣ホタテにネオ進化。やばい、これって。で、ほぼ全員ネオ進化。このザエッサだけでは手札に戻るのかな。うん、怪獣アンモも戻るのか。うん、はい、一応読んでおくね。バトルゾーンに自分のムートピアが5体以上あれば、このクリーチャーをコストを支払わずに召喚してもよい。そうしたら自分の進化でないクリーチャーを全て手札に戻します。ネオ進化クリーチャーならパワープラス1万し、ワールドブレイカーを与えます。ワールドブレイカー、はい、ということでワールドブレイカー、ボー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 、ドンドンドン。さあ、シールド取りがあるかな。あったあったあった、占いっす。タイムストップ。お、シールドトリガー2枚出たのね。うん、どっちをスーパーシールドトリガーするの。タイムストップ。タイムストップね。うん、じゃあこっちのシールドトリガーから。カードを1枚引く。はい。だけ？うん、だけ。だけ？あ、じゃあ呪文なので消えてください。はい、ブーン。そしてタイムストップは？相手のコスト6以下のクリーチャーを1体選び、それを相手はそれを自身のナンバーの一番下に置く。はい。どれ？とね。6以下で。9か。9。じゃあホタテ。ホタテ、これブロッカーだから一番下に行く。うん、2つ一気に1本で、スーパーシールドトリガーの効果、このターンクリーチャーはアタックできない。ってことはこの子たちもアタックできないんだ。うん、分かった。
いや、バレットザシーバー出します。あ、3体以上出したからね。うん、はい、このクリーチャーがバトルゾーンに出るとき、またアタックするとき、自分の山札の上から1枚目を表向きにする。それが浄化のクリーチャーならバトルゾーンに出す。それ以外なら手札に加える。はい、バッテンオヤジ、はい、でーん、なるほど、出ました。マナチャージ2マナ使ってツタンカネン、はい、カードを1枚引く。3マナバッテンオヤジで、やったのはね、ダイレクトアタック、バーン、まあ、負けましたよ。はい、あ、でもワールドブレイカーができてよかった。うん、バレット・ザ・シルバー出しててよかった。これも、あ、そうだね、うん、もう一回やるか。はい、はい、じゃあ第2回戦目いきましょう。最初はグッジャンプっぽい、イエーイ、出ます、スタート。あ、きついな、この手札、はい、1マナチャージで解除ホタッでしょうか。はい、あ、え、エンド、うん、ドロー、マナチャージでターンエンド、はい、くー、ドローで2マナ使って怪獣アンモン、そして、1枚目がムートピアなら手札に加えます。すごい、ターンエンド、はい、ドロー、マナチャージ、2マナ使ってやったり、チョコットハウス、チョコットハウス、ターンエンド、アンタップ、ドロー、2マナ使って1番対ザエッサ、ザエッサ、そしてもう1マナ使って1マナ怪獣アンモン、アンモン、はい、1枚ドローでムートピアなら手札に加えます。おお、怪獣アンモンでシュート割っとこう。パリンチョ。パリン。パリンチョ。なしでーす。なし。はい、ターンエンド。はい。ドロー。マナチャージ。ね。1マナ。ジョジョジョ。ジョジョジョ。4枚。天空王。ちょうど10天空王。を加えます。はい。あとは一番下。で、召喚するやつがいないからチョコッタハウスでアタックするときにナッシングゼロ、まさか効果、このクリーチャーがアタックするとき自分の手札を1枚マナゾーンに置く。だから手札1枚にマナゾーンに置く。バッテンオヤジをマゾエン、うわ、マナ加速だ。で、ナッシングゼロもうナッシングゼロばっかりだよ。3枚はい、クワトロね、クワトロボン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 、ナッシング、ナッシング、絶対ナッシング。はい、蓄積された魔力がありましたけれどもカードを1枚引くだけです。はい、そしてこの子はこっちへ行きます、うん、じゃあナッシングゼロを一番上に、で、ターンエンドです。はい、で、アンタップね、アンタップ、ドロー、じゃあ1マナ使って怪獣ホタって召喚ね。あ、ホタって、はい、そして1マナ使って怪獣ホタってを怪獣茶番来にネオ進化、茶番で2マナ使って刃のボケに立ち王、この子は召喚幼虫ね、はい、怪獣茶番来でシールドブレイク、パリーン、なし、怪獣アンモでシールドブレイク、パリーン、なし、怪獣アンモでまたシールドブレイク、パリーン、なし、あれ、一番対ザエサでもシールドブレイク、パリーン、なし、なし、はい、ターンエンドです。アンタップ、アンタップ、ドロー、マナチャージ、5マナ、ザ、チュルチュルさん、このクリーチャーがボトルゾーンに出たとき相手にラーメン一丁と言ってもよい。相手はあいよと言って次のうち一つ選んでもよい。相手が選ばなければ全部注文する。制限時間1分、わかりました。はい、塩ラーメンでお願いします。早いな、選ぶの。塩ラーメンはカード2枚ドローです。はい、2枚ドローか、これきつい。1枚
2枚チョコッとハウスで白がいっぱい。マナカトク、うん、でブレーシードトリガーはないです。うん、トレンド、トレンドだね。はい、アンタップしてドロー。まだ何があるか分かんないよ。2マナ使って怪獣、うん、アホやー召喚3マナ使ってほほえむみこパルルも召喚。パルル、はい、だけどやっぱり活躍してくれた怪獣アンモでダイレクトアタック。ダーンボーン。テスラには占い師ナッシングゼロ、ジョリザジョニー超ド級天空王、ジョリザジョニーシークレットバッドオレンジ、ジョリザジョニーパパ全然大丈夫。あ、ホースホースターズ、そうフォースターズ5、スペシャルズだったけど。はい、ということで今回ですね、私が日本で組んできたムートピアのデッキを組んで、戦ってみました。はい、なかなか面白いね、うん、ウートピアは面白い。あのアイアムが、ね、出てくるとやっぱねすごい威圧感があるからね、うん、ワールドブレイカーだからね。そうね、あれはなかなか強いよ、うん、一気に勝負を逆転できるね、うん、ということで、シャクどうでした？楽しかった？うん、楽しかった、うん、まさかこの地でデュエマやるとはね、うん、まあまあでもジョリザジョニー出なかった。そうだね、出せなかったね、うんうん、ラッシングゼロはすごい活躍したけどね、ラッシングゼロが ね、 はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そちらの登録よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。